相良雷博氏は、被護国人吉藩の第八代藩主。原文2年7月3日、第六代藩主、相良久有の次男として生まれる。母は、即室、およう。長在の死去の時点で幕府に出生が届けられていた。男子は、正室、受賞印書生の着難来邦のみだったため、雷博氏は、全藩主の実定であるにもかかわらず。 公にはこれを長財の長女、ため姫と一門の相良頼直の子を養子に迎えたということにした。公的な系譜の完成重修書家譜には、雷邦の老い、家中の資料、元無元機と相良家譜には雷邦の弟と記載されているのはこのためである。法歴八年に雷邦が死去したため、その末期養子となって家徳を継いだ。 法暦9年6月から人吉に入って反省を取るが、同年うる7月15日に、薩摩生屋敷官団体で休養していたところ、何者かに鉄砲で撃たれて負傷し、その傷が元で1ヶ月後の8月3日に死去した。去年23。銃声が聞こえたのだから暗殺に他ならないとして、人吉藩の一部からは、背後関係の調査を訴える声が上がったが、 繁盛総部は聞こえたのは、子供の遊戯による竹鉄砲と結論して、これを病死として処理した。故に、この暗殺事件は、竹鉄砲事件と呼ばれることになる。事実関係は明らかにされなかったものの、当時から、この暗殺の背景には、前藩主時代から対立していた相柄氏の一門が、関与していたことが噂されていた。事件後、 急遽受賞院の弟である日向高鍋藩主、秋月かねの三男、明町を末期養子として迎え、家督を継がせた。これで、人吉藩の取り潰しは避けられたものの、相良家の血統は断絶。以後人吉藩では10年間に4代の藩主を、次々に、竹から迎えるという混乱の時代に入る。ありがとうございます。